おたのしけ駅は、北海道串章市おたのしけ5丁目にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は、計50、電報略号はしけ。戦後直後まで、群馬の一大集産地として発展した。戦後は、本州製縮城工場が近隣へ開設され、原料となる木材チップや製品の取り扱いを開始指導内有数の貨物取扱駅となった。 しかし、昭和50年代頃より、木材チップの工場搬入が、順次、トラック輸送に切り替わり、貨物取扱いは廃止され、専用船も撤去された。所在地名より、アイヌ語のおたのき虹を当てたものとされる。一面二線の島式ホームを持つ、地上駅。一番乗り場が本線であるため、上下列車とも基本的に一番乗り場を使用している。両ホームは、 小線橋で連絡している。もともとは駅舎に直面する一番乗り場が存在したが、合理化により廃止され、島式ホームの二番乗り場、三番乗り場を、それぞれ一番乗り場、二番乗り場とした。駅舎は、校内の北側にあり、1989年に、日本初の支所との合築で建てられたものが用いられており、外観は、かつての馬検査所を模している。現在は、 釧路駅管理の無人駅となっている。駅舎内には閉鎖された窓口がある。かつて自動券売機が設置されていたが、2021年3月31日で販売を終了、4月1日から使用停止となり、4月中旬に撤去された。朝と夕方に、釧路方面から当駅四十木の列車が1日2本存在するが、土曜、休日ダイヤは運休となる。なお、 当駅には、蕎麦どころ切り亭の分店があったこともある。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。釧路市の郊外住宅地として住宅が増えており、釧路市中心部への通勤、通学客が多く利用するほか、高専への通学客も多い。ありがとうございます。